広島県、南側の方は岡山県と、他の3県とくっついているというような、本当、ど真ん中の、本当、山ん中の自治体というふうになります。まあ、鳥取県、非常に小さいところでですね、ですけども、日南町は鳥取県の10分の1の面積を有しておりまして、340平方キロというような面積を持っております。鳥取県が市町村合併等がなければですね、今も鳥取県の中で一番大きい町というふうになっております。まあ、過疎高齢化っていうのは全国的に今進んできてですね、どの町も、まあ、都市部であっても過疎高齢化っていうところは抱えているというところで、まあ、その中で日南町は高齢化率が 52% というところですので、少子高齢化が進行する日本の30年後の姿ということでですね、まあ、いろんな学術機関ともですね、のモデルにもなったりをしている町です。そういった、まあ大学との連携もしながら、まあ、やっぱり日南町こんな中山間地であると、農林業を中心としたもう第一次産業というものを、まあ、機関として、緩やかに、まあ、人口減少をさせていくと、まあ、過疎ということは仕方がないと思いますけども、まあ、創造的過疎の町づくりというところの挑戦している町であります。日南町の森林の概要ですけども、まあ、町の面積が34ということなんですけども、340なんですけども、そのうち約9割が森になっております。山林です。古くはたたら製鉄というものでですね、栄えておりまして、それがたたら製鉄というものが途絶えた後、天然林の伐採土地につきましては杉とヒノキがたくさん植えてあってですね、山林の6割、1900ヘクタール余りですけどもが人工林になっております。現在その多くが伐期を迎えて、まあ、間伐中心だったところなんですけども、今は皆伐も含めてですね、今素材生産としているというような町になります。で、年間まあ約10万リューベを超える搬出等がありまして、それは今多くの雇用を生んで、また素材生産においては鳥取県の3分の1を占めるぐらいに成長しているという町になっております。また町有林なんですけども、町が有している面積は約2300ヘクタールを町有林として町で管理をしております。まあ、一つの経営計画で、やっているんですけども、森林組合さん等にも協力してもらいながらですね、伐期の来ているところについては、町単独で、施業するんではなくって、森林組合さんが団地で施業される際にですね、町有地が隣接地等にあればですね、合わせて一緒にしていただくというような管理の方法も取りながらですね、毎年海抜は10ヘクタールぐらい、間伐については30ヘクタールから40ヘクタールぐらいをしているというような状況です。まあ、人工林としての、まあ、面積が、まあ、多いですんで、引き続き、まあ、この山をどう守りしていくのかということも考えなければいけないなというようなところです。で、まあ、まあ、そういった9割が山の日南町なんですけども、まあ、この山をいかに活用していくかということで、モデル事業の前にですね、木材流通拠点の整備ということで、
日野川の森木材団地というものを整備するためにですね、平成17年の地域再生計画の認定を受けております。林業再生事業を体系的に推進するということと合わせて、地球環境に配慮した生物多様性であったりっていう環境に配慮したというようなところで、そういうような内容の計画で計画認定をいただいております。で、18年にこの木材団地というものが設置されまして、総合的木材流通加工拠点ということで、今までは木を搬出してもですね、市場に持っていく、あとは製材業者さんがありましたけども、あまり大きなものではなく、どうしても木を木としてそのまま売るということしかできてなかったということで、どうしても加工というところに、踏み込めてなかったので、この再生計画の中でですね、生産加工流通というところまで踏み込みましてですね、日南町の木をいかに、日南町で加工して売っていくか、それが総合的な低コスト化につながって、低時低量であったり、低品質、低価格、安定供給というようなところで、団地を整備をいたしました。で、団地を整備した結果、団地内の企業さんとして、新たに LVL 製材工場が出来上がりました。従来から町内にあったんですけども、原木の市場や、製紙用チップ供給会社につきましては、場所を移転してもらいまして、この木材団地に入っていただいて、事業を継続しております。この木材団地のおかげで、A、B、C、D、すべての材、できるだけ多くの材を山に残さずですね、使い切るという、カスケード計画の走りということになるんでしょうかね。そういった、できるだけせっかく育ててきた山の資源ですので、余すことなく使っていきたいということで、この供給可能な木材団地を整備しました。その結果、整備前の16年は3万リューベのところが、令和3年は約12万リューベの流通が可能になっております。その結果、リューベ数が増えてくるということになると、林業の担い手というものが必要になってきます。ご存知の通り、一次産業なかなか人気がなくですね、町内も本当の高齢化が進み、なおかつその企業的な経営がないというようなところでした。林業従事者も昭和60年度とか平成7年度までは200名弱いたんですけども、本当平成の22年、27年あたりだと非常に減ってきております。ピークで平成17年でいよいよ100人を切ってしまったというところでですね、ここでどうにかしないといけないということでですね、人材の育成確保が必要ということを強く思いまして、中国産地林業アカデミーということで、従来林業大学校とかって言いますと、県が持っておられたりということがあったかと思いますけども、全国で初めて、町立の林業アカデミーを、令和元年に、設立しました。定員が10名というところで、で、1年生、多くのところは2年生とかっていうのもあるかと思うんですけども、1年生の学校で、スタートしております。1期生は7人入学がありまして、全員が無事卒業されて、2期も7名でした。3期になって、
ここはぐっと増えまして13人の入学卒業があっております。で現在4期目なんですけども、12人の入学があって、今勉強をしているというところです。で、まあ、卒業後の進路なんですけども、まあ、延べ27人の方が卒業されてですね、今町内の方に残って大体半分の方が結果町内に残ってですね、町内の林業事業体等で今活躍をしていただいております。まあ町内県内県外と書いてある通りですね、まあ、正直なかなか町内の人がアカデミーに入るのが少ないというところがありますけども、うちの林業アカデミーのコンセプトとしては全国のフォレストマネージャーを育成するということで、町外から来られて、仮に町外に戻られるというような方であってもですね、入学を許可をして勉強していただけるということにしておりますので、まあ、できればその中で日南町で、勉強を学んで日南町の風土が好きになって残っていただくっていうのは非常にありがたいんですけども、そこはあえて縛らずですね、全国の人材育成ということで、日本の林業界を背負う人材を育成したいということでやっております。演習の関係では町の町有林を活用してもらっておりまして、町有林の中で間伐であったりとか、下草刈りであったりとか、そういったものを1年間約1400時間のカリキュラムの中でですね、学んでいただくというふうにしております。人材育成の中でですね、町外から人を連れてくるという、アカデミーという制度もあるんですけども、日南町の森林教育として、幼少期からですね、大人になるまでこういった山の教育、山についての思いを巡らせていただくというような取り組みを始めました。なかなか、今総合的学習とかで、1時間程度学ぶということもできたんですけども、なかなかそうは言っても学校は学校として、そういう時間が割きにくいというところもあります。その中で学校とも調整しましてですね、ぜひ日南町の基幹産業である農業林業についてですね、もう少し現場の実態を知ってほしいということも含めましてですね、森林教育をスタートしております。せっかくこういった、不便な町、それかそれと自然が非常に豊かにある町に住んでいるのに、そういったフィールドに出ていかないっていうのは非常にある面、もったいないということにもなります。昨今子育て世代についても森林であったり田舎であったり自然というところに非常に重きを置かれる方も増えておりますので、そういった子育て世代の移住者を受け入れるというためにもですね、こういったものを今始めております。書いてありますように誕生のところには木のおもちゃをプレゼントというところで、保育園につきましては森の保育園ではないですけども、フィールド自体を山に移すわけではないですけども、日南町3園保育園があるんですけども、いずれも山が非常に近いところにありまして、近くの山登りをしてみたり、3園で集まって、また遠足でそういった山のところに行ってみるとかですね、いうことを始めております。小中学校につきましては森で一日過ごすということであったり、
森林教育として実際まあある程度大人になってきますので、まあ山に行ってノコを使って切ってみたり、補助をつけてチェーンソーをこうちょっと触ってみるとかですね、そういったことまで今始めております。こういった古い山の作業とかですね、昔のイメージでなかなか山に行ってもしんどいばっかりというようなことではなくて、山に行ったら本当に高性能の林業機械がこう動いていたり、ヘルメットしてオレンジのジャケットを着た人がはつらつと仕事をされていると、まあ、実際の現場を知っていただくという機会にもなっております。で、先ほど言いました赤ちゃんで生まれた方に対するプレゼントはこちらになります。地元の町産材で、作成した木のおもちゃ、木の製品をプレゼントすることを始めました。日南町の方は年間まあ20名弱の新生児しか生まれないんですけども、以前はブックスタートとして絵本を配っておりました。まあ、年間12冊ということで、月1冊というような勘定になるんですけども、ブックスタートっていうところからもう一個ステップアップしまして、木の積み木を お配りしております。箱にはそのお名前を刻印させてもらって、まあ、その人の一点物ということでですね、その年生まれた赤ちゃんにこの町内さんの無垢の木でですね、何も加工というかその添加をしてない、まあ誤って口に入れてしまってももともと自然由来のものですので、何ら怖がることはない、心配することはないということでですね、非常に喜ばれております。で、こちらが小学校での授業風景というふうになります。まあ山の方に実際入っている写真もあるかと思います。また木がいっぱい積んである、これはまあ市場の関係であったり、LVL の製造工場のところを見ております。また林業機械がこう活躍する場面も見てもらって、まあ、林業ってすごく身近な仕事としてここにあるんだよねっていうことに気づきということにもなりますし、山に入っていろんなまあ樹種を見ることでですね、まあ、漢字の成り立ちですね、この木はこういう字になってますよねって、じゃあなんでこういう漢字の成り立ちになってるか分かるかなっていうところにですね、その木の姿と漢字の姿を照らし合わせながらですね、勉強したりですね、それとか、まあ、木が円柱になっておりますので、まあ、円周率とかの勉強とかですね、そういったものを実際、まあ、手に触れてですね、考えてみるということもできるということでですね、そういうような勉強をしております。で、こちらは都市部の子どもたちとの交流ということで、学童保育の方であったり、まあ、夏休みの自由研究というようなところで、まあ、町内の限定した森林教育ということではなくて、やはり、まあ、川上にあって、ある町ですけども、まあ、そこは川下とつながっていると。で、特に米子市というのが川下になるんですけども、海で、ゴミ拾いとかはするんだけどもと、まあ、それを海を守るっていうことはもう大切だけども、じゃあその上流部には何があるのかなというところでですね、じゃあ山に行ってみましょうというそういう誘致活動というかものをしておりまして、で、豊かな海を作るためには豊かな山があって、そこから
川に水が流れて、いろんな栄養素等もそこから作られているんだよというところでですね、川上川下の交流として、今取り組みをしております。まあ、山に来られてですね、普段海で年一の清掃されたりというようなものではなくて、山をもう走り回ったり、いろいろ切ってみたりとかですね、そういったことで非常に、まあ、好評を得ているというようなところでですね、まあ、本当に、小中学校の方も来られますけども、保育園児が来てですね、自分のところで、そこでどんぐりを拾って持って帰って、で、翌年、その次ぐらいまで育ててですね、木を植えたいというような取り組みとかですね、どんどんとこういったことも広がっているというふうに思っております。で、もう少し上の年代になって、高校、大学、社会人と、企業の森林活動というものも、協力をしております。まあ、こちらにつきましては、高校であればインターンシップ等でですね、日南町の林業というところもあるんですけども、今、まあ、SDGs とかですね、ゼロカーボンとかそういったような追い風もありましてですね、余計に、まあ、増えているのかなというふうに思っております。まあ、林業体験を中心に、一次産業で働く方のですね、意見を、言葉を聞いたりとかですね、そういったところで、山の大切さというようなことを今、教えているところです。で、またこれは J クレジットの取り組みの方を調和しておりまして、J クレジットは CO2 の排出権の取引になるかと思うんですけども、町有林の方で、取得をしております。で、J クレジットを購入したいという地元企業さんを中心に購入をしていただいてるんですけども、まあ、平成25年からやってはいたんですけども、なかなか動かないところでですね、下のところに J クレジット地域コーディネーターというところが書いてあるかと思いますけども、そこのところで、地元の地方銀行さんの方に仲介役を、コーディネーターをしていただいてですね、地元の企業に、SDGs であったり、環境保全であったり、ESG 経営の、に向けて、こういった取り組みされてみませんかというお声掛けをしていただいてですね、J クレジットの販売をして、少しでも、多くの人が環境保全等に重きをいただくようにですね、思いをいただくようにですね、そういうような取り組みをしております。まあ、こういった地方金融機関と連携した販売モデルというのが非常に、まあ、全国的に少ないというようなこともありまして、いろんなところで今表彰をしてもらったりしております。J クレジットの販売実績です。それこそ、まあ、当初は本当4件で119トンという程度だったんですけども、今、昨年は103件で、約2000トンの G クレジットを販売をしております。まあ、金額ベースで、1400万を超える金額をいただいているというふうに思っております。まあ、J クレジットで得た、収入につきましては、町有林の海抜侵食、経費であったり、民有林の方の、海抜侵食の経費に当てさせてもらっております。今、町の取得したものがですね、トータル6600トンだったので、もう現在、残りが1000トンとなっておりまして、新たに新規取得が、急がれているとこなんで、急ぎたいんですけども、ちょっと今、これから制度が若干変わるということを聞いておりますので、それとめがけてですね、新規取得に向かっていきたいというふうに思っております。で、まあ、J クレジット買ってくださった方たちにですね、なかなか、恩返しというか、
いうことができないところなんですけども、まあ、町のホームページで、公表させてもらったりとかですね、町の SNS で、その企業を紹介させてもらって、必ずこういったあの、まあ、代表会社の代表者さんであったり、町、町長であったり、で、コーディネーターとなっている地銀の皆さんと、まあ、記念写真も撮ってですね、こういって、こういった PR をして、この企業さんはこういった、あの、社会貢献されていますよということで PR をさせてもらっております。で、今、あの、J クレジットのコーディネーターとなっていただいているのが、あの、この4社でございます。まあ、あの、金融機関が3社と、1つは、あの、生命保険会社ということでですね、今、あの、この4社で引き続き、令和4年度の方もですね、協力をいただいているという状況です。で、また新たに、あの、この SDGs っていうことを通じてですね、あの、修学旅行とか教育旅行の誘致にもつながってきております。あの、なかなか、まあ、従来型の修学旅行がしにくくなってですね、こういった、あの、山場の方の、あの、まあ、比較的感染のない地域に向けて、SDGs とかですね、そういった関係で、研修したいとか、修学旅行したいというようなあの問い合わせが増えております。写真は、あの、寄せ木細工なんですけども、まあ、町内さんの木を使っているっていうことと、あの、町内の、例えば廃校の木を使ってあったりとか、まあ、解体する家が増えてきておりますので、まあ、解体される家っていうのは非常に古い家が多いですので、まあ、古くからの名木が使われているというケースも多々あります。そういったものを本当、もったいないという精神の中でですね、もらって譲り受けて、こういった新たな価値を見出すというようなことをカリキュラムに入れながらですね、修学旅行の誘致もしております。で、これがまあ、あの、一番よく出ている商品ということになるかと思うんですけども、廃材を活用したあの SDGs バッジです。17のアイコンがあって、それをすべて違う樹種でですね、再現して、まあ、赤だの黄色だのという、その、まあ、青だのという色にはなりませんけども、森の中にもこれだけいろんな種類のものがあるんだよということを分かっていただくという上でですね、非常に、あの、好評な商品になっております。作っておられるのは白板に工房という工房が作っておられます。でまた、あの、廃材を活用したものの中の第2弾として、あの、桜クレパスというのをご存知でしょうか。あの、そこの創業者が日南町出身ということでですね、限定のコラボ商品を作らせてもらいました。あの、大人用になるんですけども、ケースを、あの、寄せ木を使って、おります。あの、福栄地域の出身で、福栄の木をも使いましてですね、こういった、あの、木のケースをつけてですね、限定で、まあ、ふるさと納税の商品としても、あの、活用させてもらっております。で最後に、まあ、あの、保育園での SDGs の実践ということで、やはりは、まあ、あの、幼少期からですね、こういったことを学んでほしいというところでですね、保育士さんからですね、まあ、SDGs のことであったり、森のことであったりとかですね、学んでほしいということで、今取り組んでおります。あの、今年はあの森林教育の関係で保育園の あの先生にも森林教育指導研修というものを受けてもらってですね、あの、まあ、園内で過ごすっていうこともありますけども、まあ、山に出て行くということも含めてですね、SDGs の取り組みと、まあ、今の SDGs の取り組みと合わせて、山をより身近に感じていただくように森林教育に努めているというところでございます。あの、日南町の取り組みとしますと、あの、まあ、
このようなものを今ソフト事業的には取り組んでおります。林業成長産業化から若干外れた部分もあるかと思いますけども、山を生かしですね、実際今の取り組みの中で動いている予算であったりっていうものはちっちゃいかと思いますけども、それに関係する人たちを増やしていくというところでですね、幼少期から大人までですね、より森林が身近に感じられるような取り組みを今しているというところであります。すいません、拙い説明で、長時間をありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。はい。